藤谷蓮次郎です。今日は1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズでサザンオールスターズのキレイを取り上げております。こちらからまた1曲、1983年7月のアルバムですが、こちらからまた1曲ご紹介しますので、どうぞ最後までお付き合いください。おおらかな気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。で、本編に入る前にお願いを申し上げておきます。私が喋ってる内容のところで、あ、そうそう、その曲私も好きだったとか、いやいや藤谷何を言ってんの、全然的外れだよ、でも、まあ、一生懸命やってるからちょっと背中の一つも押してあげましょうというような、まあ、同情心の熱い方はですね、ぜひともチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いいたします。そうしていただけると私としては大変励みになりますので。それでは参ります。今日取り上げる1曲はサザンオールスターズ「キレイ」の中から Never Fall in Love Again、ハートブレイクソングです。詞と曲は桑田さんで、アレンジは、まあ、サザンオールスターズのメンバー全体で行ったということなんでしょう。行ったというか、そうやって作り上げたということだと思うんですが、私の記憶ではこちらが、レコード時代は A 面最後の曲だったというふうに記憶しております。記憶しております。まず、まあ、ブラスの音から始まる、サックスかな、の音から始まる印象的なメロディー、ここまで割といろんなスケールを駆使した曲が多かったんですが、比較的聴きやすい、一般的な音の曲調というか、聴きやすい曲調で、まあ、ハートブレイクを歌い上げる桑田さんの声がすごく綺麗に聞こえる、やっぱり魅力のある声の持ち主だなということと、それからこの失恋の仕方が桑田さんの曲の場合、やっぱり桑田さんうまい、うまいというか、この感性がすごいなと思うのは、振られてる話をこれほど客観的に大騒ぎせずに、また振られちゃったけどな、なんかどうしようもない喪失感があるけどなみたいな、すっげえ喪失感なんだよっていう歌うんじゃなくて、またバカな話だけど振られちゃったね、どうやっていけばいいんだろう、これから俺っていつか誰かと結ばれることがあるのかなみたいなところをふわーんと流していくような、それを音自体で表すような、このアルバムの中でも一番、一般的なポップというか、少し大人びて弾いた音の味わいですけど、このフォールはあくまで動詞のフォールですけども、言ってみれば音の味わいとしては秋口の音の感じっていうのもあって、っていうのは歌詞でもやけに9月の風が体を湿らすから始まるという歌詞から始まるんで、どっか秋口の少ししっとりした音の味わいで落ち着いて聴けるいい曲だなと思います。ラストがまたもっと粘りそうなのに割とあっさり終わってくれるので、そういう意味でも少し珍しいというか、思ったよりも今回調べてみたら、私が確か小学校高学年か中学生の時聞いた時はすごく短い曲だというイメージしてたんですけど、4分近くあるんですね。だからまあシンプルで、他の曲がガチャガチャにこう派手なというか、どっかこう次々にいろんな軸で打ってったという感じがあるのが割とサザンらしい、まあ愛しのエリーを持つサザンらしい、そのハートブレイクソングとして落ち着いた一曲というふうに思ったんでしょうね、私は子供の頃。そして東京の大学生のお兄ちゃんの失恋ソングっていう感じで聞いてたんですが、あながち間違いでもなさそうな気はしますが、これでとりあえずレコード時代 A 面が終わって、次から B 面の1曲目に入りますが、またこの落ち着きをぶち壊すように派手な一曲から始まります。でぐん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 次々に曲が進んでいくという感じになります。この「キレイ」というアルバムの中で、桑田さん、サザンオールスターズの方々がいろんな音の傾向を探りながら、当時のデジタルも入れながら、まあ曲一曲一曲全然違うものにしようっていう感じが見事に定着しているのが、この A 面の曲だったというふうに思うんですが、皆さんいかがお聞きでしょうか。今日は1980年代傑作アルバム全曲紹介トークということで、サザンオールスターズさんの「キレイ」のレコード時代は A 面のラストの曲、
Never Fall in Love Again をお届けしました、についてお話ししました、すごく、まあ、小さなというかこじんまりとした商品、愛すべき商品という感じの曲だなというふうに思います。桑田さんのボーカルもすごくやっぱり味わい深くていいし、メロディーラインも素直に聴けて素敵です。これで、まず A 面終わりますが、次回からは今度 B 面の曲、まあ、CD だと分かんないんですが、こちらが入りますので、また次回もよろしくお願いいたします。最後まで、ご覧いただいてありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。よろしければチャンネル登録といいねの方もよろしくお願いします。またコメントで、こういうこともあるよということを教えていただけるとありがたいです。それでは失礼します。